宝箱？宝箱あるっけ、ここ。あるんかな？わからん。もうわからんのはもう無視でいいや、もう。うわっ、びっくりした。デスターキー、うわーこれやー。え、 86？ あ、ゼシカとモコが残れば。あれ、意外と強いぞこいつら。メゲロン、ジョナズン、え、あれ、ごめん、ここが宝箱や。聖者の歯やー。あ、わかった。この聖者の歯、今ので2個になったから。モロハの剣と歯2つで。あれ、こっちじゃないということは、どれだ。え、わからない。あ、あれか。いや、あの聖者の灰のためだけで、なんかもうあんな、あんな作るんかい。逃げる。よし、もうお風呂週2らしいね。そんなわけないやろ。毎日入ってるわ。いや、1日ぐらい入らない日はあるけど、それは。それ誰でもあるやろ、だって。ほんまにだってもう年中無休欠かさずに、毎日風呂入るやつなんておらんくない？疲れて夜、ね、寝れないとか。じゃ、つか疲れて夜寝ちゃうとかでさ、風呂入ろうと思ってたけど、入れないっていうのは全然あるでしょ。今まで1日でも欠かしたことない。くそだから足が激臭なんだよ。いや、普通にあるよ。週にまあ1回あるかないかぐらいですけど、週に1回ぐらい。嘘！なんか普通になんか入らないって人も、あーやばい、もうこれやばい、これあかんパターンや、これ。え、なんでバイキルド？なんだそこ、ヤンガさんにバーゲードかけたの？シャイニングボーやろ。確かにモコ遅すぎるよな。あ、首出し騎士や。
やめて。まずいな、あいつ。なんでもこう関西弁のよう関西出身やから。なんで、肌綺麗なのやわからん。おぉ、レベル上がっていく。メラゾーマ、おぉ。ついに覚えたか。ああ、でもこれあれだな。どの道あっち行ってなかったとしてもさ、あれですね。あそこに宝箱見えてるんやったら気になって取りに行ってたな。最初に言っといて正解だったな。びっくりした。嘘。嘘やん。そんな何の前触れもなく。なんか、ないの、なんか。MP がちょっとやばいですね。まあでもいけるやろ、こんなやつ。こういうやつはもう大体弱い。うわほら、こんな手下連れてさ、一人じゃ自信ないからって、もう、この時点で、この時点でもう、がっかりやもう。あ、間違えた、ごめん。ガンガンしてもうた。え？あ、まずい、これまずい。まずい、これ。ああ。これでもガンガン、なんか AI に任せてもいけそうやな。もうさすがにここはでも、作ると言っとくか。で、ゼシカがピオリム。激しい炎。あ、1から2回行動か。雑魚やな。あ、間違えた！バイキルドしようと思ったのに。もうレティスの多分あれは3分の1もないやろ、こいつ。あ、1と2回交互か。なるほど。勝てるわ。あの、結構火力はあるというか、わしづかみがやっぱ強い。凍てつく波動がないやつはもうカモやね。うわうわうわ。フブーハ、フバーハ、仲間呼ぶだと
ゴミやな、こいつ。ちょっとでも、魔法カンタ怖いから、魔法はやめとこう。まあ、じゃあ、ゼシカは。OK。 あと5ターンやな。やっぱかけてくんのか、やっぱり。あと5ターンだ。いや、レティス何がいやらしかったかって、あいつ通常状態で打つと、なんか防御力が普段の2倍ぐらいあったから、溜めるなり、回心なり当てなきゃいけなかったっていうのが辛いだけで、こいつは多分、雑魚。普通にダメージ通るから、ゲモンごとき大した敵ではない。もう総攻撃かけようかも。多分 HP に関してはレディス以上か。やば、あ、やばい、やばい。え？あ、ククールがもうなんか使えへん。嘘、しまった。あ、ちょっとまずいかもしれない。これちょっとまずいかも。ククールがやられるかも。ククールがやられる可能性がある。あ、死んだ。流れ玉に当たって死に寄ったやつ、くそ。閉まらへんだが、なんかこいつ。こいつちょっと申し訳ない、なんか。せめて楽に殺してやる。あ、まさかのメガザルとか。あー、消費 MP2 分の1、これでっかいな。ベホマズンがだって12とかでいけるわけやろ。
ニードルラッシュ欲しい。あれ？ゲルダも上がった。カートアベルト。全然死ぬ気配ないやん、お前。全然ピンピンしてないやんけ。そこは、レディスが行け。あ、間に合わなかったん、これ。私が撃ったイオナズンがですね、ちょっとまあ、ちょっとあの、あれだったんですね、コントロールミスってね、当たっちゃいました。すいません。どうやらあなた方には、迷惑をかけてしまったようですね。光の世界から呼び寄せておいて、こんな嫌な思いをさせてしまうんだ。申し訳ありません。いやー、でもなんてこった、貴重な卵が。さ、ここにいたところでもはやなすべきこともありません。光の世界への扉まで送っていきましょう。うん、確かに俺も思ったんだよね。誰との間の子供なんだろうと。かわいいなこれ。僕を助けるために来てくれたその人たちにお礼がしたくて、こうして姿を現したのです。お礼。しかしあなたは。いいえ母様、こんな僕だからこそできることがあると思うんです。実体を持たない魂だけの僕に皆さんの体を貸してもらえれば空を飛ぶことができるようになるはず。こいつなんか卵のくせにものすごい機転が利くな。どうか皆さんの旅に僕をご一緒させていただけませんか。え、私からもお願いします。なんかもはやなんか生まれてきたのと変わらん気がするんだけど。これ
感謝してもしきれません。それでは僕は皆さんとご一緒できるように姿を変えます。力が必要な時はいつでも呼んでください。10回断ったレティス第2形態。恐ろしすぎるわ。そんなの戦闘なるんかい。心情の魂。すなわち光の世界でしか発揮できない、はあ、これ5000で売れる。マジで体験をしたものじゃな。あのようなもう一つの世界が存在するとは、実際に行ったものでなければ到底信じられぬことじゃ。今もそこに扉がなければあの体験は夢ではなかったかと疑うところじゃぞ。結局あのレティスはこっちに戻ってこれないの。今は船が完全になくなる。要はだからドラクエ3のラーミア的なあれですよね。あ、なんかネタバレになるなったらちなみにどこか。じゃあまあ早速使ってみます。下から使えるんじゃない。やっぱいけるわ。あのバームレンの鈴の下のなんかハテナになってたとこだ。神鳥の魂。体の動かし方は違います。体の動かし方が分からないなら A ボタン。ああ、メタ発言きた。うわあ、マジか。この曲なんや。しかもこれオーケストラ版やん、これ。うわあ、投げてきた。これドラクエ3のあのサントラにあるサントラ限定で入ってるオーケストラ版っていうのがあって、それやな多分。あの杉山工房のあの奏者の人たちが多分やってるやつやろこれ。生収録のやつやろこれ。うわぁ、泣けるわ。アクアの CM で使われてる。え、これが？え、ドラクエとは関係ない CM で？いや、使われてんねや。まあ、神曲やからな。へえ、そうなんや。アクアよくゲームの音使ってる。これあのポケモンのあのラティアスみたいな、ラティオスラティアスみたいな感じやろ。ついにここまで来たかって感じやな。ほら見てみ、まだちょっと生まれたてやからちょっと飛行が安定しないけど、それでもこのレディスは一生懸命俺たちを運んでくれてるんや。
うわぁ、この世界観や。これが見たいがためにドラクエやってんねんって俺は。これが見たいためにやってるんですよ。あ、加速できるやろ。それも加速できるの分かってないけど、あ、今ちょっとあえて加速させてないんですよ。ちょっと堪能したいから。え？なんか出た。なんか出ました、これ。ラティアスより操作性ゴミ。いや、もう特に目的もなく今、単純になんかこれが綺麗だなと思って。じゃあ、どうしよう。まあでもここら辺で一度終わろうかなと思ってるんですよね、今日は。まあレティスクリアすればもうええかなと思ってたから、今日は。ハッチは会社が違う。そうなんや。いや、今日はもう終わる、完全に。終わるけど、まあ次から、どこ行こうかなって、白い雲がある場所、さっきのどこ？これ？ここじゃないんだ。まあでもいいか、まあそれは次でいいか。さっきのとこ？なんかそこら中に雲かかってるかようわからんわ。綺麗やな。まあ、とりあえず降りますか、じゃあ。降りてどっかセーブするか。メタルキングのなんか、巣みたいなのがあるんですね。まあ、じゃあそれまた次回行くとして。あれ？いや、まじ、終わりましょう、とりあえず。うん、今日は、ベロが痛い。あ、そうか、レオパルドか。ゲルダ特にはなしか。だかカジノはもうクリア、もう当分行かない、あそこは。まあ、あのゴミやもん。うん。レティシア、改造。で、まあ、とりあえずレティシアからでもどんどんはな。いや、バトルロードも、だからそれも次回ですね。だから次回。ひょっとしたら自分ちょっと実家変える可能性が高いんで、明日か明後日には、ちょっと急遽、個人的な事情で、なんで、しばらくドラクエ8ができないかもしれない。
あ、そういうの報告しなくていいんかな。え、何それ。